捕まってあげるとテンションすごく高くなります。犬の秘密基地団始まるよ。マルプーとシーズー、ウエストサイズは同じくらい。どうも、犬の秘密基地です。トイプードルのメル君にはおやつをあげます。鍵つけたチャチャマル君来ちゃいます。トイプードルのゆいちゃんはかまってあげるとテンションすごく高くなります。めちゃくちゃ飛び跳ねてますね。では陽気兄さんとも遊んでると、やっぱりゆいちゃんが私と遊んでくれとばかりにやってきちゃいます。ベルジアングリフォンのちゃっちゃまるくんと陽気兄さんは仲がいいのか、一緒にいますね。ちゃっちゃまるくんがおやつを食べたら陽気兄さんもおやつを食べます。こっそりとふうさんがジャッカルを狙っています。そしてキュウリハンターの小松ちゃんがやってきたのでキュウリをあげます。そらくんもうろうろキュウリが欲しそうなのでキュウリあげます。まったりしているちゃちゃまるくんとその奥のミニチュアダックス、スワマくん。陽気兄さんも来ます。妹のゆいちゃんもまったりしているようですけど、陽気兄さんは元気ですね。メルくんもすやすやです。アンくんも今日はブランケットだけですけども、ゆっくりしているようです。お昼寝が済んだら皆さんなんかちょっと集まり始めていますね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。